巨人、中山ライト内野手が27日、東京・大手町の球団事務所で契約公開交渉に臨み、現状維持の2260万円でサインした、金額は推定。今季は32試合に出場して打率3割1部8輪、2打点。シーズン序盤は2軍落ちを経験したが、終盤戦では持ち味の打撃で存在感を示した。 決勝弾も放った苦しい時期は長かったですけど諦めずにバットを振って乗り越えられた最後は勝ちきれなかったのでそこは悔しいと振り返ったオフは単独で自主トレを行う予定単独でやろうかなと思っています僕が入ってきた1年目の春は1日練習して夕食後に夜間練習があった自主トレでは家でも寝る前までバットは振れますし 今回の周期練習で阿部監督や仁岡ヘッドからたくさんの引き出しをもらったのでそれを自分の引き出しにできるようにしっかり練習していきたいと鍛錬の冬を過ごしていく5年目の来季はレギュラー取りに挑むすべてにおいてレベルアップしたい圧倒的な力をつけて1軍で500から600打席立てるようにしたいと決意をにじませた